どうもこんにちは、まさやんです。本日もドラゴンクエスト11 S 続きやっていきたいと思います。あったた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 た、勇者の仲間たち、その希望の炎の輝きは今も消えてはいない。たとえロトゼタシアが闇に包まれても、全てが終わったわけではない。まだ希望はある。4人あったから次誰だ。魚なって持っとるかな。希望の炎。不気味な声を聞きって、不気味な声って、エゴマチェフを入れ倒してゼロしなんて死んだわ。お、誰かおるね。ハワー、目覚一時はエラ、皮膚ともにこい主人公だけがめちゃくちゃ金持ってるっていうな。もうさ、人間の勇者やって。もう終わったよ、ハレミエ。やめてくれよ。もっと人間なんて。勇者がお目覚め。いやもうダサいやろ。あら、おはよう。傷はだいぶ癒えたようですね。魔王はあなたを死んだものと思っていました。
あれからもう数ヶ月になる。傷が完全に癒える。これ。聞きたいことがたくさん。あなたが挑んだあの盾。全てを受け入れ、宝珠ダメは こんなストーリーあったか。どうやってやるかな。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしら。ここは。あ、聞いてなかった。聞いてなかった。よそ見した。これは王家に伝わる戦。あ、本当目が痛い。地上にこっそりや。あ、これは見たな、まだ確か。さあ、じゅ。確か。う。うん。焼け野原。これが今熱を帯びた猛烈な爆風が世界をか空からは燃え魔王を売るの絶望が新たに生み出すものが。あそこか。倒れ込んでんのか。助けて。誰か助けて。そこに誰かいるの？細い足やな。もう帰る家もね、家族もいねえ。だけど命がまだあるじゃねえか。それなら歩け、歩き続けろ。そうよ、英雄についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦があるの。あそこなら私たちを守り助けてくださるわ。諦めるな。英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。絶望してはいけない。生きるんだ。歩け、歩き続けろ。デルカダールの南に最後の砦がある。この後ろ姿が あなたは英雄。絶望の中にも
希望は残っています。この世界のどこかに彼のような希望の炎をいくつか感じます。しかしその炎も今消えようとしている。誰かが灯してやらなくては。それは他でもないあなたの役目。世界の意志たる命の大樹は地に落ちました。そして今世界を滑るのは悪しき天空魔城に住まう魔王ウルノーガ。天空魔城か。魔王は命の大樹の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、この世のすべての命を摘み取り悪しき力に変えようとしているのです。あれをご覧なさい。あれは私たち海底の民の命を狙う魔王ウルノーガの手のものです。海底王国は私が作った結界で魔王の目を欺き難を逃れてきましたけれど、それももう限界です。魔王の力は私の力をはるかにしのぎます。間もなく結界は砕け、海底王国は魔物に飲み込まれることでしょう。もうあまり時間がありません。王国へ戻りましょう。不思議な人。これまで多くの災いがあなたに襲いかかってきました。しかしその災いを幾度となく打ち砕き、多くの命を奪ったあの破滅の最中にいながらも、あなたはこうして生きています。それは未だあなたが魔王と戦う運命の中にあると、大樹が告げているのやもしれません。勇者よ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に、歩むべき正しい道が示されるでしょう。すべては大樹の導きの。見ろ、結界が。you
ウルノーガはせっかちなのね。別れの言葉も言わせてくれないなんて。前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。勇者とは最後まで決して諦めないもののことです。セレーン。民どもよ、その命魔王様のためもらい受ける。みんな、伝説の人食い大マグロか。ねえ、人食い大マグロって。俺は海の男アラーニー。やったやったぞ。こりゃ大物だ。世界が破滅したって言ったって、生きてりゃいいことがあるってもんよ。どっから乗ってきやがった。いくら腹が減ったって魚の餌を横取りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。おい、あんちゃん泣いてんのかい。何が何だか分からんが、深いわけがあるみてえだな。よし、困ってるやつは放っておかねえ。それが海の男ってもんだ。あんちゃん、ひとまず俺の小屋に来て一晩休んでいけよ。こんなご時世だ、安全な場所はどこにもねえ。けどな、あそこなら最後の砦なら力になってくれるかもしれねえぜ。あそこには英雄がいる。俺たちの希望だ。英雄だと。そうと決まればさっさと出航だ。あんちゃん、しっかり捕まってろよ。こっから先は海が荒れるぞ。希望の灯し。もうあんちゃん、おめ、なんだよあんちゃん。
あの不気味な闇はおっか、それ以来あの闇が。まずい、かく。うん？危ねえや、ち、やつがね。面倒見てやりたかったが、だがな、あそこには、ここから西に行くと、医師の。おう。なんてとこにいんだよ。鳴らせないのか。旅立ちの方。お、なんか何枚か。出たこいつら。スカルゴンにとりあえず英雄がいるという場所まで行ってからちょっとね区切りたいと思いますよ。誰も見たことないもんさ。あー最後やめてやめてやめて。犬がいたな。旅立ちのがまさか。ここにいるのみんな、まさか誰かいるのか。
そうだね、ルッキー。こんなに嬉しいのに泣いていたらダメだよね。本当に、お帰りなさい。私たちの村、ずいぶん変わってしまったでしょ。あなたがお城に旅立ってすぐに、ホメロスという名の将軍がやってきたの。血の通わない冷たい目をしたホメロスは、私たちを村の広場に集めて兵士たちに命じたわ。皆殺しだと。あの野郎。でも私たちは生きてる。あの方が命まで奪う必要はないとホメロスを止めてくださったから。村は焼かれ、お城に閉じ込められたけれど、あの方はとても親切だったわ。誰も私たちを傷つけなかったし。ごめんごめん、長旅で疲れているもんね。おしゃべりは後、まずは体を休めなきゃ。それに誰よりもあなたの帰りを待っている人がいるわ。さあ、私についてきて。お袋か、お袋が生きてるのか。さあみんな、ちゃっちゃか手を動かして。チャンバラは男どもに任せな。私たちの戦場はここだよ。いたいた、おばさま、大ニュース、大ニュースよ。あら、エマちゃんじゃない。そんなに慌ててどうしたんだい。驚かないでね、おばさま。ほら、あそこを見て。まさか、あんたは。おふくろ。よく無事でいてくれたね。それはもう恐ろしいことばかり起きて、私はてっきり。おふくろ。あの爆発で大勢の人が亡くなったの。次に朝が来なくなり、恐ろしい魔物が大陸中にあふれ返ったわ。生き残った人たちもだんだんと生きる力をなくしていったの。そんな時だ、あの方が私らの前に現れた。彼は身分も国も関係なく、困った人をみんな助けてくれてね、私らを魔物から守りながらこの村に連れてきてくれたんだ。あの方がいなかったらどうなっていたか。今じゃこの村は最後の砦なんて呼ばれて、大陸中の人々が集まっているのさ。それになんと、あのデルカダール王もいらしてるんだよ。あらあら、そんな顔す。まあすぐにデルカダール王のテントは取り。王のテントで出ちゃった。何言ってんだおふくろ。なんだボロゲッチャ言って。
前らも、お前らも何言ってんだよ。褒めろすか。おい、王様焦ろ。ドクターゲロにしか見えねえな。無事であったか。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日からわしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、た許してくれとは言う。そなたはそうか。わしはそして気をうのう。そう。まあ帰ってきた。報告いたします。英雄の帰還です。さて。我らの英雄ど、武装要塞なんてよな、あんた。マノロってあいつか。生きていたのか。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は。デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。およ、民たちを安全な場所へ。
皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ、かがり火をたけ。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを、はい、今夜の戦いをしのげば。よっしゃ、行こうか。英雄の力お借りしようじゃないか。知らねえのかよこいつ。でまたほんと。よし、着いた。へえ。来るぞ。敵襲。これつけ散らせ。強えな、グレーグ将軍。はい、いきなりなんか変わりましたよ、場面が。いきなりそういう展開。こいつは腐ってやがる。はい、助けましょう。バカタレ。
さめ。なへん。なんか MP 回復させろよ、 HP を回復させろ。それ。ヒットポイントが限界だ。ずっと動画続いてるじゃないか。
はい、2人戻ってきましたよ。さっき戦ったんじゃない、オイズラ。いきずり出てくるわけ。ギガスラッシュ使えるよ。次はお前に構う余裕はない。来るぞ。その体験、その強さ、貴様がグレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。貴様を仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。お前たち何をボケっとしている。クレイグを殺せ。かかれ。勝利を我らに。行くぞクレイグ。おら何してんだ。よし。ここは通さぬ。弱かった。弱かったゾンビ師団長は。ベギラが覚えた。知ったな。グレイグ様。分かった。いた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 。不思議な力で弾き返されたか。
話し、ああ、おふくろ、おふくろ。何売ってんだよ、おふくろ。ボロゲっちゃいてないね、ボロゲっちゃいてないか。この旅の肌、お前たちのその強魔物の巣窟と化した。お言葉で。まあ聞け。報告によれば出るか。あそこの道か。城の中へ入るには、あん、おうよ、我らの留守に攻め入る。そこを利用するのだ。今こそデルカダール城に潜む。しかし私は。だからこそこのまま言う。なに、案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らさ。一晩だ、一晩。は、任せたぞ。なかなかいい武器持っとやん、王様よ。もう どこだ。これじゃねえな。おい、上か。間に合うか、時間。時間間に合うか。間に合うのか。とりあえず。次回はね、デルカダール城に行くという展開で、グレイグね、将軍様と。将軍と行くというとこで話がまず。止まったのでね、次回、グレイグ将軍と共にですね、デルカダール城奪還を目指して頑張りたいと思います。それでは、本日もご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼します。